株式会社カプコンのロストプラネット2プロデューサー竹内です。本日はですね、マイクロソフトカンファレンスにお邪魔することがどうしてもできなくてですね、こういったビデオでのお話ということで誠に恐縮です。今回ロストプラネット2の最新映像をお持ちいたしました。今までの、ゲームとは違ったですね、いろいろな新しい技術もふんだんに使っておりますので、前回の発表映像よりもさらに進化した映像をお楽しみいただければと思います。今回ですね、 Xbox Live のオンライン機能を最大限に活用した4人コープというところに新しくチャレンジしております。今後もですね、カプコンはいろんな新しいことにチャレンジしていきたいと思いますので、より一層皆さんに楽しいゲームができるように頑張ってまいります。よろしくお願いします。